こんにちは楽天証券経済研究所にてコモディティのアナリストをしております吉田悟と申しますどうぞよろしくお願いします今回は金ゴールドの話をいたしますお祭りか市場最高値更新が相次ぐ商品高インフレ金高シナリオの裏側と題しましてお話をいたします 動画が面白ければチャンネル登録と高評価ぜひよろししくくお願いしますではこちらをご覧くださまざまな話はありますけれども、まずはさまざまなです、ね、コモディティ、商品の価格の値動きについて触れていきます。そして、順繰りですね、えー、どういうタイミングから価格が上がり始めたかということを振り返っていって、ですねその背景について考えていき、今後について考えていきます。 ではこちらをご覧ください。ウッドショックウッドこれは木ですねまあ木材という意味なんですけれどもオイルショックという言葉があります。原油価格が急騰高騰したことによってさまざまな業界人々がダメージを負ったという話ですね。と同じようにですね木材の価格が 急騰高騰しているのでダメージを受けている業界人がいるということをですね、えー、言っているわけなんですがこれを含めてですね木材を含めまして史上最高値更新が相次いでいます。でもはやですねお祭り騒ぎであるというふうに感じています。こちらですね見ていただきますと先週史上最高値をつけた銘柄。 ですこれ、まあ、終値ベースなんですけれども、さまざ、あ、まな銘柄があります。ふ、えーまあえー、普,普段ですね、私自身は、えー、商品ですね、コモディティと、えー、主要株価指数と、えー、通貨と、えー、暗号資産、その他とですね、合計しますとお、およそ56の銘柄のですね価格の推移を毎日追っているんですけれども、その中でですね、なんと先週は、 史上最高値をつけた銘柄が十一もありました。もう異例中の異例なんですよね。こちらの通りですね、パラジウムですね。今、高値ベースでですね。初の三千ドル木材が初の千六百ドル。銅が一万ドル。鉄鉱石が二百ドル。油が千ですね。カナダドル。パーム油が四千六百リンギ。 こちらですね排出権取引ですね初の50ユーロということになっていまして非常にですね幅広い銘柄が高値を超えて節目を超えたということがわかります、えー、まあ強いですよねパラジウム木材銅鉄鉱石菜種油パーム油ニューヨークダウン SP500 炭素排出権イーサリアムということでですねコモディティだけではなくて株価指数であったりですね暗号資産であったり 幅広いですね銘柄が大きく価格が上がったとで,す、ね、でこちらですね見ていただきますと今度はですね5月のですね1日以降に市場最高値水準を維持をしている銘柄を持ってきていましたビットコインロジウムナスダックリップルドイツダックスですねイリジウム大豆油ということでですねこれらもですねほぼですね市場最高値の近辺で推移をしているということがわかります ま合計すればですねえ17銘柄なんですけども56銘柄中ですね17銘柄がですねえ市場財源金面で推移しているということになっていますので非常にですねこれは強い状況にあると考えていますまあ、お祭り騒ぎということなんですよねで、なぜこういうことが起きているんでしょうかということを考えていきますまあ、そもそもですね今の祭りの始まりは 2020年の11月だったというふうに見ていますで、この半年間でですね400%以上を上がった銘柄すらあるということなんですねでこちら見ていただきますと主にですね上昇率が高かった銘柄を見ていますこれらはですね2020年の5月7日を100にして指数化していますイーサリアムリップル ビットコインですねこれらはの暗号資産、ですね仮想通貨につきましては、本当に大きく上がっているんですけれども、特にですねこの2020年の11月から12月ですね、この2020年の年末近辺からの上昇のですね勢いがまあすごいとなっているんですね。このですね状況をぜひ覚えてほしいんですけれども、次ですね、見ていきますけれども、今度はですね木材と。 ロジウムとイリジウムと炭素排出権鉄鉱石なんですけれども仮想通貨とです、ね、暗号資産と同じように2020年の年末からです、ね、この統制を進めているという状況は同じなんですね。ロジウムもです、ね、木材もイリジウムもです、ね、やっぱりです、ね、この2020年の年末ここがです、ね、大きなポイントになりました。 で次なんですけれども、今度はです、ねまあ、植物油なんですけれども、大豆油、パーム油、タネ油です,、ねまあ、これらもですね、これらも1年間です、ね、通してずっとこう上がってきている傾向はあったんですが、特にです、ねまあ、やはりこの2020年の年末、近辺からです、ね、統制を強めているということが分かります。で次なんですけれども 銅パラジウム使用株式です、ね、これは6つを見ていきましても特にこれ銅ですね統制を強めていますけれどもです、ね、始まっていたのが、ね、この2020年の年末であったわけなんですね。と考えていきますとあの史上最高のです、ね、近辺で推移をしている銘柄立場ですね主にはこの2020年の年末をですねきっかけとしてですね統制を続けた。 分かりますこの2020年の年末というのはどういう意味があるんでしょうかということなんですね。こちらを見てください。機体線行相場なんですね。機体の対象を入れ替えながら機体が膨張しているというふうに書きました。見ていきますと、どうやらですね、この2020年の年末といいますのは、クリーンな、 米大統領の誕生と有効性が高いワクチンの登場、このタイミングだったんですね、以前のですねレポートですとかですね動画のほうで,で、このバイデンワクチン相場ということを何度か触れてきました、つまりバイデンさん、ワクチンにですね大きな期待が集まっていって、その期待がですね大きく膨らんでいって、それによって、どの銘柄も大きく上がっていたということなんですね。 原原油油すすすら上ががったんですね原油は下がるる暴落するとバイデンさんが大統領になればですねクリーンエネルギー策が進んでいって原油の需要が落ち込んで原油相場が下がるという声があったんですがその原油です,、ね、すらですねでさえ上がっていたというふうに考えていきますといかにですね期待先行の側面があったかということが分かります。 ただです、ね、このバイデンワクチン相場につきましてはです、ね、賞味期限が切れつつあるという状況ではあるんですが、こういったです、ね、現状はです、ね、中国、あるいはワクチン、あるいはです、ね、需要ですね、こういったです、ね、複数の観点でのです、ね、期待が膨らんでいると、これがです、ね、足元の期待先行相場の大きなです、ね、原動力になっているというふうに考えています。 期待の対象が移ったということですね、特に2 0 2 1年に入った後はですねこの中国ワクチン需要、この3点にですね非常に強い期待が集まっていて、それによって、ですねある意味、実態を度外視し,したですね価格の上昇が生まれていて、それがですねマーケット全体にですね反映されて、価格がですね総じて上がっているというふうに考えています。 じゃあですね実態度外視というふうに申し上げましたけれども実態はどうなんでしょうかということを確認をしていきます度ですね世界の銅の需要の推移を見ていますここですねえ2020年の2月にコロナパンデミックが後ですね最悪期を迎えました需要が大きく落ち込みましたまあその自粛 であったりですね、制限であったり、景気の減退懸念という部分でですね。需要が大きく落ち込んだ瞬間があったんですね。ただ、その後はですね、これ、回復していくんですね。三月、四月、五月、七、九とですね、回復していくんですね。主なですね、主だった国の金融緩和であったりですね。中国の回復ということからですね、回復していったんですが。 2021年の1月にかけて、ですね少しこれ需要が落ち込んでいるんですね。えー、現状はですね銅につきましては回復こそしているんですけれども、決してですね、えー、まあ幅広い銘柄をですねその高にこう導くようなですね大きな,大きなです、ね、需要があるわけではないと。十分なですね 価格を押し上げて行くですね。十分な需要はないと言ってもいいのかなと思うんですね。で、これをですね、ま裏付けていますのがこちらなんですけれども、今度はこれは石油なんですね。世界の石油の需要の推移を見ています。2020年ですね。4月に最悪を迎えました。その後ですね、同と同様に回復していくんですけれども、7割経済。 こ、ね、言葉がある通りにです、ね、何か大きなです、ね、マーケットの急変があったときに、その需要が落ち込んだ後ですね回復していってもです、ね、急変がある前の7割ぐらいには収まってしまうという言葉があるんですが、このです、ね、7割経済を字で,、ね、でいくように、このコロナのなんです、ね、発生する前の水準よりもです、ね、低い水準で今、石油の需要というのは、 ほぼ横ばいでこれ推移しているんですね。つまり回復しきっていないということなんですね。まあ、確かにですね、これ原油ですので、えー、まクリーンエネルギーという部分から言えばですね、需要は落ち込むというふうには見られますけれども、まあ、今すぐにですね、世界全体の車がですね、電気に変わるということはほぼないと思いますので、と考えていけばですね、一定はですね、やっぱりま石油の需要というのは今あるはあるんですけれども、まあ、とはいえですね。 え回復しきっていない、横ばいになっているというふうに考えていきますと、実体経済は思ったほどよくないと、銅の部分とですね加えてもで、ですね銅とですねその石油の需要が思ったほど伸びていない、少し減少、あるいはですね回復せずに横ばいという部分から考えていけば、ですね実体経済というのは期待されているほど足元は。 良、えー、くない可能性があると考えられます。と考えていきますと、じゃあ、ですねなぜこういう状況の中で,です、ね、で、えー、さまざまな銘柄が市場全体の高値を超えて、ですね、えー、大きく価格が上がっているのかという部分にこう疑問がこう当たっていくんですねで。なぜかということなんですね、なぜかと、まあ、つまりですね価格の上昇と需要の増加、これがイコールにならないケースがあると、今、起きていると。 いうことなんですね。さまざまな銘柄がまあ高値更新とお祭りとなっている一方でですね、えー、銅の需要は少し減少、原油の需要はほぼ横ばいとなっていますので、えー、価格の上昇イコール需要増加にならないケースがありますと。で、なぜならないケースがあるのかということを考えていきます。こちらをご覧ください。絵を描いてみました。まあ言葉をですね、まあ選ばずに、えー、言いますと、お、まあ、つまりは 実体きインフレとといいいううふに言って思ますこの実体なきインフレといいますのは需要が十分でないにもかかわらず価格が総じて上がっているということを言っているんですけれどもなぜ起きるのかということなんですね。でこれですねこの絵書いてみた絵なんですけれどもこの中にはあの実体のですね需要動向を含んで いません需要に関しては一部は触れているんですけれども、これはですね期待、思惑のことを言っていますので、実態のことに関してはです、ね、触れてはいないんですね。まあ、つまり、需要は需要であっても、ですね期待で膨ら,ん膨らみそうだということについても触れているだけであって、ですね実態経済が良くなっていることに関してはですね一切触れていません。で全体的なですね、えー、上昇要因の中には 期待先行とですすね述べた中国ワクチン需要がありますこ,のですねこの3点に強い期待が集まってさまざまな柄が上がっているとですね全体的な上昇要因というふうに考えられます。もう1点ですね金融緩和ですね今継続していますけれどもやっぱりまあ緩和の部分で考えていけばですね お金をですね融通しやすくなると、経済が活性化しやすく、ね、なるという部分で、ですねこの金融緩和もですねまた全体的な価格のですね上げ要因というふうに言っていいと思います。というふうに、全体的なですねその上昇要因がまずあるということが前提なんですけれども、これに加えて、ですね個別の上昇要因があると、この上の部分ですねこれはですね。 金属にもありますし、その他のですね金属にもありますし、エネルギーにもありますし、穀物にもありますし、農産物にもあると、全体的にですね個別の上昇要因があるということなんですね。ですので、全体的な上昇要因に加えて、個別のですね上昇要因があることによって、コモディティの全体的な上昇、つまり見た目のインフレが起きていると。 いいってて良と考えています、まあ、こういう状況なので根本的にはです、ねえー、その上昇要因が全,、ま、全般的にはです、ね、価格の上げ要因があってその上にです、ね、個別の要因があって全体的にです、ね、価格が上がっていて結果的にです、ね、実態なきインフレが起きているというふうに考えています。 実際のですね需要動向というのはあんまり大きな関係はないんですね。ですので、実際の需要がなくともですねこういうふうな常識であれば価格は上昇するインフレは起きるというふうに考えています。というわけなんですね。ですので、需要がですね、えー、まあなんて言いますか不十分であってもですね価格は上がるということをここで言っています。 でここでですね実体なきインフレというふうに申し上げましたこの状況の中でですね FRB ですね、えー、まあ簡単に言えばですねアメリカのその中央銀行なんですけどもこちらはですね金融引き締めを実施しないだろうというふうに踏んでいますその結果ですね金にとっては好材料となっていますね実体なきインフレと言いますのはですね その需要が追いついていない中でですね価格だけがどんどんと上がっているという状況を示しているんですがこの状況においてはですね FRB 引き締めせずにですね金にとってはプラス4位となんですねその中身をですね押させていただきますとこちらなんですね絵を描いてみましたでインフレと言いますのは様々なあの話がありますインフレ懸念インフレ期待実体なきインフレ実体ありインフレですね えー、4通りはですね、えーまあ、分離はできるわけなんですね、まあ、思惑で、えー、2通り、実態の有無で2通りですね、えー、に加えて、ですねこの横の軸に関しましては、金のですね、えー、変動要因を示しています、ですね6つのですね、えー、テーマなんですね、単、えー、中期で言いますと、有事のムード、代替資産、代替通貨中長期でいえばですね、えー、中国、インドの宝飾事業、中央銀行、口座会社ですね。 というふうに6つのテーマがある中で、ですねこの4つの4通りのですねインフレで切ってみました。で、実体なきインフレといいますのは、ここなんですね、右から2番目なんですけれども、ここは実体なきインフレ、これ、丸というふうにしたのは、有事のもうとですね、実体がないんだけれども、価格が上がっているのと、この部分は、ですね実体と価格の乖離があると、この乖離がですね不安を呼んでいるという意味で,です、ね、まみしました。 で代替資産もでそうなんです、ね、実態がないんだけれども株価が上がっているとになってくればです、ね、いつ何時株価が下がる、まあ、懸念があるとこの懸念に関してで,す、ね、であるのであれば金を買っておこうという部分で,です、ね、代替資産、これもあるでも回りだとましたで代替資産もそ,うです、ね、そもそもこれインフレというです、ね、文字が、ま、あのま踊っているわけですので。 インフレになってくれば、ですねその相対的にですね、まあ、物価高、法定通貨安となってくれば、ですね法定通貨安、そのです、ね、代わりにですね金を持っておこうという意味で、ま,るとし,ましたでこちら、ですねその中国、インドに関しましても、ですねインフレであれば、ですねインフレをヘッジをしようという部分で、ですね個人の方が金を持つという動機も生まれるということで、まいしました。 でここなんですねこ中央銀行なんですけれども、黒い三角とですね白の三角があります。まあ、度合いで言えば、ですね、まあ、下落するというふうに考えていますのが、この黒なんですね。で、この白はですね下落するかもしれませんけれども、まあ、黒に比べれば軽微であるということに考えています。で、実態なきインフレがですね中央銀行にとって、ですねこの白の三角というふうに考えました。 と言いますのは、まあ、この黒の部分からです、ね、申し上げますと、インフレであればです、ね、中央銀行からすれば、物価高の懸念があると、物価高になっているとなればです、ね、物価を抑えるというです、ね、役割があるんですね、そちらの銀行はですね。ですので、物価を抑える、まあ、のあのマーケットの過、ね、熱感を抑えるという意味で、金利を引き上げるということをすることがあります。 金利引き上げ、インフレ懸念、インフレの場合はですね金利引き上げ、この金利引き上げはですね代替通貨の側面から金の下落要因ですので、まあ、いずれにしてもですね三角なんですね。ただ、この実体なきインフレでですねその白の三角にしましたのはこれはですね実体がないんだったら金利を引き上げる必要はないんじゃないかと。 いう議論がですね生まれるるる可能性があると考えているからですですすので、金利引き上げはですねインフレというキーワードが出てくれば、ですね金利引き上げ、金価格下落という部分も出てくるんですが、実態がないのであれば、ですねじゃあ金利を引き上げる必要はないであろうという議論が出てきて、この部分はです、ね、比較的あ他に比べれば、ですね下落の度合いは軽微であるというふうに考えています。 と考えていきますと、この4通りのです、ね、インフレで切った場合、なおかつです、ね、6つのテーマで切った場合なんですけども、どれがです、ね、最も金相場にとってプラス要素が多いかというふうに考えていけばです、ね、この実体なきインフレだと思うんですね。実体なきインフレのときほどはです、ねこここですね、金相場にとってはプラス要素が多くて、価格が上がりやすくなっていくのではないか,かというふうに考えています。 ではですねこちらなんですけれども金相場ですね現状は1850ドル近辺で推移をしていますこちらですね2020年ですねの夏にですね瞬間的にですね2000ドルを超えましたけれどもその後はですねこれは反落はしているんですが今後ですねこの実体なきインフレが目立っていってですね中央銀行も利上げをしないとかですね 株価不安定、有事のムード拡大、代替通貨の側面で買い材料があるというふうにです、ね、重なってくればです、ね、つまりプラス予測があ、まあ、複数あればです、ね、この2000ドル回復というのはです、ね、個人的には起きうるだろうというふうに現状は考えています。ではです、ね、こちらですね、最後に投資商品例をご紹介します。 でこれまあ金属だけでなくてですねコモディティ全般に関しても触れていくんですけれども、全体的にですね、まあ、実態があろうがどうであろうがです、ね、価格はどんどん上がってきていますので、コモディティ全般の価格の上昇をですねうまい具合にですねその金融商品で狙っていこうということで、ですねこのコモディティ関連という部分でも取り上げてみました。まずはです貴、ね、金属で見ていきますと、金ですね、えー、あります。純金ですね まあ、有効な方法ですえ、長期でもですね。できますので、是非ご注目いただければと思います。ま短期であればですね商品先物も,もありますのでこちらもですね。ご注目いただければと思います。コモディティですね全般で申し上げますと。とま投資信託とですね。外国株まこれまあのま海外のこ ET れ ETF e t n なんですが、まこういうですね銘柄もあります。 でまあ、コモディティのです、ね、原油であったりです、ね、金であったりさ、ね、まざまなコモディティの値動きを指数化をしてです、ね、価格の上げ下げにこれ反映していますので、まあ、全体的に上がっていけばです、ね、これらの銘柄もです、ね、価格もです、ね、上がっていくと考えられますのでぜひです、ね、ご注目いただければと思います。では、今回はお祭りかと市場最高値更新が相次ぐ。 商品高、インフレ、金高下の,ものも裏側と題しましょうとていただきました。次回もどうぞよろしくお願いします。